はい、それでは2014年全日本レスリング選手権シリーズチャンピオン、獲得されました松下徹選手です。おめでとうございました。ありがとうございます。残念ながら勝って決めるということはできませんでしたけど、今の心境はいかがでしょう。そうですね、やっぱり勝って、優勝を重ねて7勝ですか、それで決めたかったというのはやっぱり一番の、今回の悔いに残る部分なんですけど、まあ、でもやっぱりシーズン初めから目標としていたシリーズチャンピオン、それを取ることができたので、まずはチームと本田さんにお礼を言いたいです。まあ、自分もそのこの F3 2年目で学んできたことを、まあ、レースで出せたっていう結果だと思うので、それに関してはすごく嬉しく思っています。で、今シーズンモテギで急に3連勝をしてから一気に波に乗った感じありますけども、どこのレースラウンド、あるいは何がポイントになったでしょうか。そうですね、鈴鹿の開幕戦のテストからすごく調子が良くて、まあ、レース自体は4位と4位で少し出遅れた感じがしてしまったんですけど、自分のモチベーション的にはこれは勝負ができるなっていうのをすごく感じていたので、タイヤの使い方とセッティングの仕方をどんどん毎レースごとに少しずつ上がってきたのかなっていうのはそこで実感できてて、で茂木に行って、まあ、3レースそこで3立てできたので、まあ、その時はそのまあタイトルとかあまり意識していませんでしたけど、まあでもその3連勝できたっていうことは力があるんだなっていうことだったので、まあ自信につながった、そこからですね、やっぱり。で、まあ、総合大会でポイント差をかなり広げて、楽な気持ちでおそらく今大会に迎えられたのかなと思うんですけれども、それがまあ予選で5番手というところで、広尾監督は少しハートの部分かななんておっしゃってましたけど、いかがでしょう。まあ、そうですね、正直自分のメンタルまだまだ、未熟、まあ、技術も含めてまだまだ成長しないといけないっていうのはすごくこう、まあ、指摘もされますし自分でもそう思ってるんですけど、そうですね、まあ、やっぱりメンタル、そういう、まあ、手に片手で手に掴んだものを両手に掴むまでにこう油断とか自分のミスとかが多かったので、今回今シーズン、そういう部分では、まあ、この失敗を自分の次のカテゴリーの調整に向けて、まあ、改善していければこの S3 の1年2年間は無駄じゃなかったということになるので、まあ、そこを意識して、まあ、明日の最後の一戦、まあ、リラックスじゃないですけど、まあ、肩の荷が下りたというかそういう気持ちなので、今は集中して5番スタートから最低でも表彰台を目指して、まあ、優勝を目指すんですけど頑張りたいと思います。また一皮むけたいいレース、また明日期待したいと思います。はい、おめでとうございました。